元ポルトガル代表 FW ヌーノ・ゴメス氏がレアル・ソシエダについて語った。現役時代にベンフィカやフィオレンティーナなどでプレーし、キャプテンも担ったポルトガル代表では通算29ゴールを挙げたヌーノ・ゴメス氏。世界中に女性ファンを持つココユシキイケメン選手として知られ、クリスティアーノ・ロナウド時代前のポルトガルをけん引したストライカーだった。そんなヌーノ・ゴメス氏も47歳。 現役引退から約10年が経過し、現在は選手キャリアの大半を過ごしたフルス・ベンフィカでアカデミーディレクターを務めている。ベンフィカが24日にチャンピオンズリーグ、CL、グループ D 第3節でソシエダとのホームゲームを戦う中、スペイン、レレボ、ノーインタビューに応じたヌーノ・ゴメス氏は、ソシエダと戦うのは簡単ではない、と語っている。 私が思うにベンフィカとソシエダは非常に似たクラブ。どちらも下部組織とファーストチームがうまく連携を図れており、アイデンティティが根付いているよ。ファンは自分たちのクラブで成長した選手を見るのが好きだろう。ソシエダの情報、ラリーガを見る限り、彼らは毎試合素晴らしい戦いを披露している。常に優れた選手がいるしね。 それは選手の伸ばし方やファーストチームに引き上げる術に長けた育成クラブとして認められてきたからだ。アカデミーディレクターという立場ならではの視点でソシエダを称えた甘いマスクのレジェンド。また、ベンフィカに契約してもらいたい選手はと問われると、真っ先に日本代表 MF 久保竹房を挙げた。私が大好きなのは久保だ。MF ブライス・メンデスも好調そうだね。 それに FW ミケルをやるさばる、あともうひと人好きな選手がいるんだが、すまない、名前の読み方がわからない、わら。FW のアンデル・バレネチェアでしょうかそうだ、彼で間違いない、先ほど挙げた選手たちと同じく、非常に高いレベルの選手だ。ソシエダはいつも良いプレーをする。やはり前線の選手、よくゴールを決める選手はいつだって印象深いものだね。 対戦相手のレジェンドからお墨付きをもらった格好のソシエダ攻撃陣。久保は21日のマジョルカ戦で先発を外れて途中出場と、ベンフィカ戦に向けて代表ウィークの疲れを軽減。ヌーノ・ゴメス氏の前で三千たる輝きを放ってほしい。